クザなら今出かけましたよ。あー、わかりました。なんか立派な家になったんですね。これマジで多分リムちゃん。あ、いいよね。ちょっと今日恋が終わってて。誰？え、イブだよ。嘘だよね。いや、ほんと。ほんと。見えて。偽物だろ。偽物じゃない。偽物じゃないよ。問い合わせフォームにエニーからの。偽物。なりすましがいます。ほんと。ほんとだから。何、なんか用事あんの、クザに。あれ、なんだっけな。シャインマスカットじゃなくてなんだっけ。あ、シャインマスカットだっけ。シャインマスカットじゃない。あ、ね、スーパーで 4,5,000 円かもいいやつ。違う、高っ。シャドウメインだ。うん、のあのインタビューをしたくてさ、やっぱ持ってるから。インタビュー、うん。まあ、帰ってきたら言っとくわ、リリムが呼んでたって。うんうん、ありがとう。うん、これね、琥珀ちゃん。うん、違うよ。ちょ、声がおかしいんだ、今日。琥珀さん、おはよう。あ、エビよエビよだよ。エビよ誰だ、お前。え、エビを捕まえてんじゃん。誰だ、誰だ、てめえ。え、イブ、イブなんか。違う。今日は声がなんかおかしいの。なんだこれ。なんだこいつ。おしたの、これ。待って、深いってあれっすよ、ブーンって音がずっと鳴ってるんす。あ、ちょっと、わかるわかるわかる。え、なんかどこ行ってた。イリムちゃんが来たからかな。クズは逃げちゃったよ。え、な、いや、イリムのせいじゃないです。いや、イリムのせいだよ、今。なんでイリム今情報共有してたのにさ。いや見えた瞬間、もうビョーンって見えちゃった。いや、クズ派が悪い。あれはクズ派が悪い。うん、リリム何だったの、あのインタビューって。うん、シャドウメインのことだよ。ああ、うん、ちょっと無理だね、お前には。うん、イブは、いや、でもイブは、いや、俺ね、うん、無理なことはないってみんなに言うけど、お前には無理だよ。いやいやいや、だってクズハもさ、無理って言われてたんでしょ。確かに。でしょ。いいこと言うね。うん。手伝ってやるよ。確かに、今のはなかなか聞いたね。今のはグッときた。たまに刺さるんだよな、リリムの言葉って。なんか喉、ちょっとおかしいんだよね、今日。なんか声がいつもと違うんだけど。マイクだと思ったけど。え、違うよ、マイクで混んだんだ。え、喉おかしいよね。うん、喉がちょっと今日おかしい。うん、200ぐらい必要なんだよね。3000。お前、声マジで落ちた。これドッキリでしょ。いや、違う、本当だって。VC 通して。本当。でも喋ってれば、ああ、言うなんだなってわかるよ。10本だけ。確かに。え、ありがとう。え、ここ、ここら辺近い。いや、近くはないけど。うん。ああ。あんま近くに、ね、探した方がいいよ。近くにはない。ちゃんわざと殺すな。ね、近くね、そうだよね。俺の気のせいじゃないよね。あの、俺の気のせいじゃないよね。誰？今日ね、俺もずっと生見てた。本人かなってずっと30分くらいずっと悩んでたんだよね。何なら喋ってるわけでもないんだよ。喉が死んでて。叫びすぎた。叫びすぎたか。いや、なんかわかんない。なんかおかしくなっちゃう。これやばい。誰？お前大丈夫か、リリム？大丈夫。でも大事に。あ、そうだね、気付けてなんか。カルビみたいな声になってね、カメラ。ありがとう。見てらんないよ、リリムさん。はい。リリムさん。何？見てらんないっす、そんなクズ見てる姿。なんで？ああ。何やってんすか。リリムさん、ありがとう。これ、はい、これ、はい、この下のリュックサック見て、リュックサック見て、欲しいベリーだけ持ってって、うん、この中から欲しいベリーだけ持っていって。ベリーさん、ありがとう。はい、ナイス。ありがとう。え、姫おる。ねローレンってさ、恐竜持ってる？
恐竜持ってないよ。え、持ってないの？うん、いらない。準備も普通に素手でワンパンだね、レイドとか。ごめん、声どうした？うん、え、声、なんか声ね、やられた。なんかあ、マイクも変えたけど、ね、喉も変えた。あ、マイク変えたんだ。うん。で、空との恐竜持ってないかなって。え？俺に用があるんじゃなかったよ。これ、シャーカ、シャーカ、シャーカどこ行った？利用しよう、利用、利用されなかった、危ねえ。利用とかじゃないじゃん。危ねえ、マジ利用、あ、危ねえ、マジ利用されなかった。違うよ。シャーカどこ行った？あ、持ってないんだ、わかった。それは仕方ないね。誰か、誰か、誰か、うん、優しい。ありがとう、ありがとう。うん、ちょっと、なんか、ちゃんか、パープナッツ、なんか、すごい聞こえる。それぞれでそれ立ててもらっていいと思う。それぞれネットだ。何、ローレン、何、何、聞こえてるよ、全部。でも内心思ってる。じゃ思ってないから。何、ローレン、何、ローレン、何、何が言いたいことがあんの、ね。は、いや、今、ち、うん、今、あ、うん、殴れるこれ、うん、わがまま言ってないで、こうやって俺はわがままじゃないから。じゃあ、わがままじゃないから。1時間も しないうちに、俺は羽を手に入れるかもしれない、うん、その時に、リリム先輩が、うん、あの、足なかったら俺が連れてくるじゃん、うん、え、そうなの？ちなみに何、それ、そろそろ翼を手に入れる、俺は。何の翼？え、レベル190のライトニングワイワン。え、あの、卵からのやつ？そう、もう乗るかもしれない。もしかしたら、もしかしたらよ。いや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 、無理だよ。は？え、だってそれ、そんな卵からだってやるんでしょ。まあまあ、そういうことになるね。で、そんな無理じゃん、1時間でって。何も分かってないね。は？答え出たじゃん、今。1時間じゃ無理だなっていう。